初サーキットで土屋さんの隣に乗っていたなんて思ってもなかったんでものすごい嬉しいです本当に。では行ってきまーす。はい。おお。では行きますか。お願いします。はい。86は面白い。面白いですね。面白い。後ろから。うわあ、ちょちょちょ。ああ。面白い。かけた。引っ張りです。引っ張りです。大阪さん、びっくりするな。そうですね、初めてのサーキットで土屋さんの横っていうのはもう怖いよね。いや怖い怖い、面白いですよ。これで曲がるんですか。変わらないです、ずっと乗ってたいです。いや、やばいドラゴン。土屋さん、下から世代だ。全然平気そうな顔して打ってしてる。これは池谷が気絶する気がする。ちょっと待ってください。うわドリフトだ。うわドリフトだ。うわちょっと滑ってる。はい、追っかけてるの大事。喋れない。後ろ気にしてるから追いつかないよ。ドリフトしてる。メカメカトロッとサービス、大サービスだ。うわめっちゃ楽しい。これ逆走楽しいっす。うわうわすごい。やばい、かわいそう。かわいそう。先のカットエグいっすね。え、もう車乗りたくないって言うんじゃないの。新井さんもやってる。無法地帯の人がやばいやばいやばい、冷静に話すの無法地帯です。放送族だ。単純に今もう実感やばいやばい、こんなに運転の前体に染み付けよう。本当だよね。めっちゃうまい。すごいな。大丈夫、こんなに収録できますかね。罰ゲームだよね。2人収録できるかな。罰ゲームしてるじゃん。しかも追っかけの車も落ち着いてないですからね。そう、正しいんだ正しいんだって。多分ね、もう大阪さんは、はい、なんかもう車が浮いてる感じがしますよ。ドリフトの時テレコから降りてこない。すごい実験か、実験かダッピンだね。ダッピンだけど、土屋さん、あの状態で話しかけてくるんですよ。そう、ドリフトしてる時に話しかけてくるんですよ。そう、話しかけてくるんですよ。目見て話しかけてくださるから。こっち見なくていいから、前見て。はい。あ、帰ってきました。来た来た来た、大丈夫かな。どんな感じになっちゃってるんですかね。楽しい。ってなってます。追走したカメラは 何にも役に立ってない。一瞬最初怖かったんですけど、すぐ楽しくなる。生きてる生きてる生きてるよ。うわあ。どんですか。大阪さん。生きてる生きてる生きてる。どう？めっちゃ楽しかったです。あ、そう。なんだ。最初めっちゃ怖かったんですよ。で、まだブレーキしないのみたいな感じだったんですけど、途中からなんかもう。タイヤの焦げた匂いを嗅いでからなんかもうハイになってきました。そうなんだ。変態だな。絶対に失禁してると思ったけどね。めっちゃ喜んでた。あ、そうなんだ。なんかもう途中笑うしかなかったです。そうだよ。すごいね。すごいっすね。度胸あるね。だって NF ゴーストだよ。うん、まあそうだけども、こういうコースなんか来たことないっていうから心臓バクバクしてますね今。やっとあれですね、やっと本来の仕事に戻る。水差できる。タコ持ってる。え、なんだろう、不思議な感じ。タイヤ大きいけど。タコサイド関係あるんですか。うわー、すごい。パワーある。あ、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 
違うからね。すごい、うん、あー滑ってる滑ってる、不思議な感じ、ね、硬い、鉄の塊、硬い塊が滑ってる、あー荒れすぎるみたいな、本当そうです ね完全にもう楽しんじゃってますね。これはでもいやあれヒロ君怖いよね、わーすごい、後ろ滑ってる、うわかっこいい、ね、かっこいい、どん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 、ちょっと待って、ちゃんと笑ってる、面白すぎて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 、めっちゃ面白い、すぐに話すね、うわすごい、え、え、なに今の、滑っちゃう、滑っちゃう、滑っちゃう、お尻だけ滑ってる、ほら、映画とか見ないで、なんでなんで、車がお尻だけ滑ってるの、警察が降りた、そうそう、本当に見たやつ、滑ってる、速い、でも全然ガタガタ、怖くないのかな、ガタガタしないんですよ、なんでどうなんですかね、家に帰ってから足震えてくるんじゃないですか、今時間差で、そう今高ぶっちゃってるから終わんないけど、今のとこ水の男スレスレじゃないですか、いやでも役者さんとしてはいい経験ですよ、なるほどね、面白いっす、説明することもかけますもんね、自分の時にね、なんかちょっと頭の中でね、はい、象徴的な、それは待ってるよ、あの時のあの感覚だよ、それはすごい、ね、面白いでしょ、面白いっす、お尻に滑った後一回キュッて戻る、戻る、戻る、へぇー、電水魚入ってるから、へぇー、一回滑るかと思ったけど、その後は電水魚に戻る、袋を一枚引き込まなくて、そこまで計算させて、なるほど、すごい、面白いよね、面白いですね、車って横地とか声優やるときって結構そういうなんかさあ、さくらさん、はい、どうでした、え、楽しかったです、え、すごい、なんかやばい、お尻ツルツル滑ってキュンってなってキュッてなるんですよ、どういうことだよ、あとこう電子制御がさ、オフにはしてんだよ、だから滑り出してカウンター当ててこのまま行くんだろうなと思ったらガクって戻るから、うん、その額に喜んでるからさすごいって、喜ぶところが違うんだけどやっぱり変態ですよね、変態変態はい、じゃあ橋さん行きましょうかね、ブースを出してくれてますから、ありがたいことですよ、この番組のためにブース出してくれてるんですよ、そうなんだ、ここは何ですか、 K&P という洗浄式のオイルフィルターになります、使い捨てのオイルフィルターではないので、洗浄してパーツクリーナーでエンジンから何が降りてきているかっていうのも分かりますし、うん、圧力損失が減るので、うん、あの抵抗がなくなります、うん、86のレースとか S タイとか様々使っていただいてます、うん、いいですね、便利、便利ですね、いや便利、便利、はい、こんにちは、ダンロップ、はい、こんにちは、ダンロップ、これは何用のタイヤですか、これもスポーツタイヤです、はい、これタイムアタックするときに使うフィレット、そうか、そう、これいくらするんですか、いやサイズによりますよ、だいたい1本4万ぐらい、うん、大体そうです、うん、サイズにもよるけど、まあ、18でも19でもそうです、ね、上がれば上がるほど値段も上がる、そう、18の255、265ぐらいで4万、声優チームを応援してんですよ、ブリッジ、そうですよね、ニマちゃんとか安いね、あ、そうなんです、メカニックグローブ、はい、1500円で、メカニックグローブって何ですか、あの車を触るときに整備するときとかに使っていただけるようなグローブです、そうなんだ、はい、キャリパーってこれって色塗り替えることできるんですか、全然できるよ、色なんか、そうなんで色はいくらでも塗れる、イメージカラーが赤なんで、赤なんですけど、はい、イメージカラーが赤なんで、うん、赤ですけど、うん、俺今あれ欲しいんですよ、何 Z のキャリパー赤なんで、黄色いボディで黄色いキャリパーにしたいなと思って、うんうん、それはできるんですか、
まあ、もう本当に特注対応になっちゃいますけど、うん、特注だよね、そうですよね、うん、さあこれはそうですね、これは何競技車両、これはデモカーですか、あデモカーなんだ、 GR ヤリス、うんね、人気ありますよね、人気あるよね、かっこいいよね、うん、最近のトヨタはもうトヨタは攻めてますよね、そうだね、カローラにしても ね、クラウンにしても本当だ、本当攻めてる、いいじゃないですか、ね、この番組のためにこうやってブース出してくれてありがたいよ、ありがたいことだよ、うん、さあ今回は MF ゴーストに出てくる車に実際に皆さんに乗っていただくということをしていただきましたが、はい、いかがでしたか、テリーさんどうですか、いや僕乗ってないから分かんない全体の感想皆さんが乗ってます、そうですね、そうですね、じゃあそこから僕分かんない、いや、サクちゃん感想はさっきもらったしなと思って、サクちゃんやっぱり話で聞くのと自分で体感するのって全然違うので、なんか土屋さんで本当にすごい人なんだなって今更かい、いやいやいや分かってはいましたけど、あの助手席に乗せていただく機会なんか人生で訪れるわけないと思うじゃないですか、だからいやこんな経験させてもらえる人生すごいとこまで来ちまったなって思いました、大阪さんそうですね、もう本当に1周目は確かにちょっと怖かったんですよ、うん、あのあまりにもブレーキがあの踏むのが、なんだろう、こんなとこで踏むのみたいな感じだったしもう失礼をすいません一周終わった途端にあのそれこそ土屋さんが、いや86って本当楽しいんだよねっていうことが聞いて、うん、いや確かにこれは楽しいって感覚なのかもしれないっていう、うん、このドキドキはずっとドキドキはしてるんですけど、このドキドキはもしかしたらすごい楽しいやつかもしれないと思って、うん、そこからは本当にもう笑いが止まらなくなって、もうずっと笑っちゃうの本当はすごい感想とか言いたかったんですけど、なんかもう楽しすぎてずっと笑ってる状態になっちゃったんですけど、いやでも本当にあと3回ぐらいは経験したいなっていうふうに、3回いいじゃないいいじゃないですかね、いや今日だけでね、今日だけであと3回は乗ってみたいなっていう思えるぐらい本当楽しい経験させていただきました、みきさんは、はい、みきちゃん、わしですか、もう何も言うことはないぐらい満足をしておりまして、まさか自分のね車で土屋さんに運転していただいて、その助手席で多分俺今年1年これで頑張れるような気がしますよ、いいね、とてもいい、ちょっと優しいな、ミキさんは、うん、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています、チャンネル登録お願いします。